あちゃー、やってもうたかな、これ。どうすればいいんだ、これは一体。こんにちは、あまねデザインです。今回はこの3回連続印刷失敗の後で、ご覧の通り、タンクの下がですね、まあ、つまりモニター上に、微塵漏れしてたということで、このようにカチカチに樹脂がこびりついてしまっていました。とりあえずアルコールで、コモリスの周りをまず簡単に拭いといて、その後にメインであるところのモニターの上をですね、スクレーパーで書き出す。これは前回の動画なんかでも参考にした、熱を当てると剥がしやすくなるっていうことも利用して、ヒートガンなんかも当てたんですけど、まあこういう大きいやつはね、剥がれてくれるんですけど、だんだんこう薄くて小さいやつとかっていうのが全然剥がせないなってなってきて、ちょっとこれはモニター取り替えなきゃいけないんじゃねえのみたいな、ちょっとあうん立ち込めるみたいな状況になってしまいまして、まあでも諦めきれず、なんか一生懸命ですね、ガリガリやってたらですね、ちょっと思わぬことをここで発見するんですね。ちょっとまたここでガリガリやってたら、おっ、なんか引っかかったぞみたいな、あ、これいよいよモニター壊しちゃったかなみたいに最初思ったんですけど、何のことはない、フィルムがこう剥がれてきたような、はい、そうなんですね。モニターの上にもう一枚、まあ、保護上の目的なのかフィルムが貼ってあったんですね。ということで、まあ、この上はですね、改めて無水エタノールをかけて拭いて、見たところですね、幸いにしてそんなに大きな傷はついてなかった。まあ、ちょっとだけついてたかなっていうぐらいで済んだんで、まあ、取り替えなくてもいいかなっていうぐらいで済んだのかなっていうふうに見受けられました。ということで、次回からはですね、こういう自分の手作りフィルムを貼って印刷をするようにしなきゃいけないなというふうに思います。だから僕のモニターのフィルムの存在を知らなかったという人は、ぜひそのままにしておくことをお勧めします。はい、ということで今回の動画は以上です。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。